株式会社ドトールコーヒーは、主にコーヒーを扱う日本の企業である。コーヒー豆の輸入、焙煎加工並びに卸売販売を呼び、飲食店の経営やフランチャイズ事業を展開している。ドトールニチレスホールディングスの完全子会社。シャゼは、一杯の美味しいコーヒーを通じて、人々に安らぎと活力を提供する。ドトールとは、ポルトガル語で、医者、博士を意味する。 つまり、英語のドクターに相当する。創業者のトバが、ブラジルのコーヒー農園で働いていた時の下宿先が、サンパウロのドトールピントフェライス通り85番地であったことに由来する。なお、ポルトガル語の発音では、ドートールに近い。2012年現在、商業を登記しているドトールの店舗数は、正式には、日本国内に約90店舗しか存在しない。 ドトールコーヒーの主な店舗展開は6つの業態によるフランチャイズチェーンである。2015年11月末現在、全都道府県に1346店舗を出店しており、コーヒーチェーンとしては日本最大の店舗数を持つ。また、台湾など海外へも進出している。大手コーヒーチェーンの中では、コーヒー販売価格が比較的安価に設定されている。 カフェコロラドコマバ東大前店フルサービスのコーヒー専門店。1972年に営業を開始。2007年10月時点の店舗数は、フランチャイズが118店、直営が1店である。ドトールコーヒーが最初に、フランチャイズ展開を手掛けた業態である。健康的で明るく、老若男女が共に親しめる店をコンセプトにしている。コーヒーやサンドイッチ。 ケーキなどを提供するセリフ式のコーヒーショップ。1980年に営業を開始。同業種の日本における草分け的存在。キャッチコピーは頑張る人の頑張らない時間。略称は一般的にはドトール、稀にドトと言われることもある。また関係者からは DCS と呼ばれることが多い。スパゲッティを中心に提供するレストラン。 1985年に営業を開始。エクセルシオールカフェ市場河原町店。エクセルシオールカフェはエスプレッソをメインとする、イタリアンバールを意識し、ドトールコーヒーショップのワンランク上を目指したカフェ。1999年より営業を開始した。第1号店は、東京都港区芝浦。本日のコーヒー、S サイズ280円、カフェラテ S サイズ310円と、 ドトールコーヒーショップよりも高価格に設定している。当初、エクセルシオールカフェのマークが緑を基調とする、スターバックスコーヒーのマークと似ているため、訴訟を起こされたこともある。その後青を基調とするマークに変更された。メニューの本日のコーヒーは1週間で7種類の豆をローテーションしている。パスタやジェラートなどを販売する店舗も存在する。 2007年10月時点での店舗数は、フランチャイズが35店、直営が136店である。店内には、コーヒー豆、エスプレッソマシン、コーヒーメーカー、各種コーヒー関連用品も取り揃えている。店舗により取り揃えられている用品は異なる。インテリアなどもドトールコーヒーよりも高級感を出し、席のゆとりもある。ドコモワイファイやフレッツスポットといった、 公衆無線 LAN がほとんどの店舗に導入されており、ゆっくりくつろぐといったことが貴重となっている。エクセシオールカフェ新宿店店舗名は、エクセルシオールカフェのフランス語表記、エクセシオールカフェで呼ばれている。オレンジを貴重としたデザインのフランス系デザートカフェで営業初年の1997年は、1999年のエクセルシオールカフェよりも古い。 2016年10月現在、埼玉の一店舗のみとなっている。カフェエクセルシオール、八重洲地下街店キャフィックセルシニアエクセルシオールカフェとは異なるデザインの店舗。2016年10月現在、東京都中央区の八重洲地下街店の一店舗のみとなっている。ハワイ産の粉コーヒーとワッフルを中心に提供する飲食店。1996年より営業を開始。 2007年10月現在の店舗数は直営のみ14店である。店名は同社がアメリカ合衆国ハワイ州に持っているコーヒー農園の名前に由来するルカフェドトール銀座店ドトールの最高級カフェ。最高のコーヒーを最高のお店でしかも気軽に楽しんでいただきたいというショップコンセプトを元に誕生した超一等地のドトールの最高級業態。メニューは エスプレッソベースのコーヒーが中心で価格は400円ほど2007年10月現在の店舗数は直営のみ3点である携帯はドトールコーヒーショップだがメニューはカフェコロラドに近い公式サイトに記述はないがドトールコーヒーの系列である最高の一杯がショップコンセプトえりすぐりの本とその本のためのコーヒーとの出会いを楽しめるコンセプトカフェ フラワーの販売。主に毛花や観葉植物の販売を手掛ける。また、絵画等も取り扱っている。東京都中央区銀座4丁目交差点に直営店を出店。2006年に銀座山アイフラワーに改称された。女性客を主なターゲットに据えた T サロン。2000年より営業を開始した。2005年時点では、春見店、自由が丘店の2店舗があったが、 2006年6月30日に自由が丘店が閉店したことで全店舗が閉店された。ドトールコーヒー、勝つかしぬかの創業期、ドトールが47都道府県新室松江市に店舗オープン。スポニチ、2015年10月16日閲覧。 h <ht> t、www. t p s w w w d o t t o l c o j p d c s p d t f t ュ c l o s e p d f ハットドトールコーヒーショップエクセルシオールカフェにて6月3日より d ポイントサービス開始会員向けサイズアップキャンペーンを実施株式会社ドトールコーヒー2020年2月23日閲覧 ドトールグループ店舗がますます便利に3月2日よりクレジットカード決済サービス導入開始。株式会社ドトールコーヒー。2020年2月23日閲覧。ありがとうございます。